私たちが当たり前に利用しているパンのセルフサービスは、意外にも戦後間もない1967年に広島のアンデルセンから始まりました。当時はショーケースに入ったパンを店員さんから渡されるスタイルが主流でした。アンデルセンは原爆に耐えた金庫の建物を改装して1号店を開業しました。イタリアからとても立派なショーケースを取り寄せましたが、店内のレイアウトと合わず設置できませんでした。そこで仕方なく、お客様にパンを取ってもらい、レジまで持っていくスタイルを取り入れました。すると焼きたてのパンを並べられるなど新たなメリットが見つかり、このスタイルは全国に広がっていったのです。戦後の食糧難の中から生まれた発想が、今では当たり前のサービスとして定着しています。